おはようございます。あるいはこんにちは。あるいはこんばんは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、2024年4月5日からテレビアニメ第3期聖魔激突がスタートしたので、小説7巻をゆっくり紹介していく44本目の動画で第5章聖魔激突その後です。前回の動画を見ていない方は、こちらの動画をご覧ください。URL は概要欄に貼ってあります。一気に見たい方は、再生リストの点すら小説7巻聖魔激突編で一気にできます。アニメの後追いになっていますが、アニメではだいぶはしょられて進んでいるので、細かい内容が知れる、補足的なものとして、楽しんでもらえればと思います。それでは、ゆっくりしていってね。前回の復習終わりの一部、正直、もう少し俺が圧倒できると思っていた。日向は確かに強かったが、真なる魔王となった今の俺ならば、さすがに身体能力で圧倒できるだろう、と。だがしかし、結果は互角である。日向は俺の剣の軌道を完全に読んでいるのか、迷うことなく踏み込んでくる。その動きに無駄はなく、反撃で切り返しても受け流された。そしてその上で、さらに鋭い連続攻撃によって、こちらの隙をついてくるのである。以前の俺なら、まるで歯が立たなかっただろう。それはつまり、前回の退治の際、日向はほとんど本気を出していなかったということだ。それは、幸運だったと思うべきなんだろうな。勝利するには、俺も出し惜しみなどしていられないようである。ここから、聖魔激突その後本編です。冗談じゃないわね、と日向は思った。剣で圧倒して、早期に勝利を認めさせようと考えていた。それなのに、リムルは難なく自分に誤している。日向が10年かけて磨き抜いた剣に、その全てに対応してくるのだ。人の身の限界、魔法やスキルやアーツを駆使して、それでようやく魔物と戦えるだけの力が得られる。それに対してリムルは、呼吸すらも必要としていない。体力の減少など無縁で、魔法で回復させなくとも筋肉疲労なども起きない様子。同じ土俵に立つと、その理不尽さがよくわかる。そう考え、自分の振りを嘆く日向。魔物を相手にするならば、最初からわかっていたことだ。この世界は弱肉強食で、故に、絶対に勝てる条件を揃えることこそが大事なのだから。日向は変わらぬもので近く速度を1000倍まで高めた上で、さらにその限界を超えて周囲を認識している。脳に最大限まで負荷がかかり、毛細血管が何度も破裂していた。それを自己回復魔法を自動でかけ続けることで対応し、一切の弱みを相手に悟らせない。その状態の日向には、限界の動きが止まっているように感じられるほどだ。それでもまだ足りず、日向は変わらぬものを駆使して、リムルの攻撃軌道を予測していた。それだけ全力を出さねばならぬほど、日向に余裕はないのである。それなのに、相手のリムルにはまだ余裕が残っているように見えた。垂れてきた鼻血を気づかれぬように拭い、短く呼吸を整える。長引けばそれだけで、日向の敗北が決定する。成人級となった今も、日向は人の身に縛られていた。反精神生命体となるには、今一つ壁を乗り越える必要があったのである。頼みの綱の超えるものは、妨害されて役に立たなかった。上位者に対する絶対優位。それが通用しない。ならばこそ、自身が今までに培った技量でリムルを圧倒しなければならないのに。ルミナスから授けられた剣は、凄まじい力を秘めている。これに日向の魔力を通し、オーラをまとわせることで、生半可な回復能力などでは追いつけない致命的なダメージを与えられるだろう。剣に、超速再生を有する敵であっても、この剣ならば一刀両断にできるのだ。だからこそ、腕の一本も奪えばそれで終わる。日向はそう考えていた。殺しはしない。リムルに日向の価値を認めさせることができれば、それで勝負は終わりなのだ。それなのに、その一撃が入らない。リムルは見事なまでの空間把握能力と、その身体能力で、日向の剣の軌道を見極めているようだった。本当にすごい成長ぶりだわ。でも、それはあくまでも身体能力に関してのみ、レベルまでは追いついていないようね。リムルの進化は凄まじいが、そのレベルは以前に見た時からそれほど変化していない。日向のようにアーツを奪えたとしても、それはあくまでも原理を理解して体に覚えさせるだけ。これを扱えるようになるには、気の遠くなるような反復練習が欠かせないのだ。この点に関しては、リムルも同様である様子。日向はそこに勝機を見出す。戦い続けた経験の差。リムルには、それが致命的に足りていなかった。そう読み切った日向は、緩急をつけて相手に錯覚を起こさせる戦術へと切り替えた。俗に言う、フェイントというやつだ。日向は老練な技量を駆使し、リムルを翻弄する作戦に打って出る。いきなり日向の剣速が上昇した。変幻自在の剣に、100万倍の近く速度なのに、駒送りしたかのように突然日向の剣の軌道が変化するように感じるのだ。冗談はやめてくれよと思いつつ、俺も必死で食らいつく。これが、日向坂口。知っていたけど、人類の守護者は伊達ではないようだ。激しい打ち合いをしばらく続けながら、日向の様子を観察する。その口元には小さな笑みが浮かび、勝利を確信したように俺を見ている。日向の動きは目に頼っていない。
その瞳は俺に据えられて、全周囲に張り巡らせた気配を察知するセンサーのような感覚にて、攻撃を感知しているのだろう。体の軸がブレることはなく、いかなる動作にも対応できるように自然な状態を保っている。その動きに力みはなく、弛緩した状態から予備動作を見せずに、様々な攻撃が繰り出されるのだ。日向が俺の攻撃をどうやって予測しているのかは知らないが、俺の動作は完全に見切られていた。対して、俺は日向の攻撃動作を見てから、身体能力に物を言わせて必死に回避している状態だった。当然、俺の動きには無駄が多くなる。翻弄され、このままでは敗北は確実だ。俺の方が身体能力は上だと思うのだが、なぜか攻撃が全て読まれてしまっている。レベルが完全に日向が上。それなのに、今の日向は油断してくれない。前回とは、雰囲気も何も別人である。オーラをまとわせたその剣撃は、当たればダメージが大きいだろう。はい。致命傷にはなりませんが、大幅なエネルギー量が減少するでしょう。ほらね、致命傷でないのが救いだが、受け損なったら間違いなくダメージを受けるらしい。何度も食らうと危険そうだな。ラファエル先生によると、あの剣も特殊能力を有しているという。法則を書き換えるような特殊な波長があり、俺の多重結界も破られてしまうとのこと。本当かよと思ったが、ラファエル先生の言うことに間違いはないだろう。コク、次の攻撃が来ます。おっと、考え込んでいる場合ではないようだ。日向の剣は鋭い。レイピアを自由自在に操り、月から薙払いへと踊るように変化させる。そして日向は剣術だ。派手な技や魔法に頼らず、堅実な剣術のみで攻撃を仕掛けてくる。実際、俺以外のもので日向と剣で戦えるのは、白狼くらいのものだ。そして残念なことに、白狼では勝てないだろう。自力が違いすぎるのである。こうしてみると、日向は戦闘の天才だった。生半可な攻撃は、通用しないのだ。例えば、日向が相手では分身体を出しても意味がない。アルティメットスキルは、本体でしか操れないのだ。つまり分身体に自己投影しても、ユニークスキルまでしか使えない。それでは日向に、一瞬で切り捨てられてしまうだろう。ソウエイがやっているみたいに必要な能力のみを付加して分身体を出したとしても、臨機応変に動けない。それでは、日向の相手は務まらないのだ。下手に隙を見せることに繋がりかねないので、小細工はしない方がマシだった。地味な作戦になるが、日向の疲労を持つ方が確実である。何しろ、俺は疲労することはないのだし、と思っていたのに、ここに来てさらに日向の剣速が上がった。いや、違う。読めなくなったのだ。軌道を見て回避行動をとっていた俺だが、その動きの先を見通したように、日向が追撃してくるようになったのである。というか、あれ、違うぞこれ。はい、攻撃予定地点へと誘い込まれています。なるほど、それでか。俺が逃げる先に、常に日向の万全の攻撃が来る。つまり、俺の動きが日向の思うがままにされているということか。サクッと服が切られる。さっきからだんだんと、かすり傷が増えていた。ダメージにはならないけど、そのうちにやられそうだ。やばい。非常にやばい。先生、ラファエル先生。ここはもう、先生のお知恵にすがるしかない。何か手はないでしょうか？というか、さっさと対策を考えてくれ。という俺の願いが通じたのか、ラファエル先生が動いた。僕、未来攻撃予測を習得しました。使用しますか？イエス、オア、ノー。さすがである。この人、マジでパないわ。先生なら期待に応えてくれると思っていた。突然何を言われたのか理解に苦しんだが、とんでもないスキルを獲得したという理解で。コク、獲得ではなく、習得です。あ、はい。どっちでもいいよと、心の中でつぶやいておく。先生曰く、日向の行動を観察した結果、俺の攻撃に対処できる理由が攻撃予測以外に考えられないと気づいたのだと。そこで、俺が日向の相手をしている間に、日向の行動から学習させてもらったのだそうだ。で、そんなことができるの？はい、可能です。可能らしい。まあ、習得しちゃったのだから、嘘ではないな。早速使ってみた。いくつかの光の筋が視界に浮かぶ。感覚なので、脳内に表示されるとでも言うのだろうか？そのうちに一つが光を放った。俺がその光を迎え撃つように剣を走らせると、面白いように日向の剣の迎撃に成功する。どうやら光の筋は、現在の敵対者の体勢から放つことが可能な剣筋であり、光った線に沿って攻撃が来るようだ。何度か試していると、剣筋が真っ黒になるパターンがある。この場合は、予測できないという意味であり、本気の攻撃が来るという証であった。つまり、フェイントやレベルの低い攻撃では、すべて演算可能ということらしい。日向のような剣の達人クラスだからこそ、予測不能な攻撃も繰り出せるのだろう。このスキルの恐ろしい点は、予測演算ではなく、確定予測である点。確率が高いのではなく、予測に成功したら必ずその場所に攻撃が来るのである。だとすれば、日向はもはや、俺の敵ではない。フェイントはすでにフェイントではなく、逆に、完全な死地への一手となってしまう。俺の勝ちだー。流れるような無駄のない動きで、俺は未来攻撃予測の指し示す剣筋に沿って、日向の剣を弾き飛ばそうとする。
今回はここまでです。さすが、ラファエル先生だぜ。かっこいい。地獄当然。あ、それ、ラッファエル。最後まで見ていただきありがとうございました。これからも〇〇復習や〇〇相関図など作っていきますので、チャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。また見てね、バイバイ。